今回はですね、基本中の基本ですね、まな板の置き方とかですね、包丁の握り方を説明したいと思います。皆さんのご家庭の、キッチンですね、こういうステンレスでできているところが多いと思うんですけど、このまんま、まな板を敷くとこれ動いちゃうので、切ってる時にどうしてもこう動いちゃうのでね、こういうふうにできるだけ動かないようにするやり方ですね。まずキッチンペーパーですね。キッチンペーパー、これ3枚ぐらいをこういうふうに折り込んで、で、これをですね、ちょっと水でちょっと軽く、こういうふうに濡らしますね。濡らした上にですね、これまな板をこうやって敷くと、これ動きにくくなるんですね。こうやってこういうふうに切っててもこれ動かなくなります。でですね、これまな板のこういうふうに穴の開いてるところがあると思うんですけど、こういうふうにね、穴の開いてるところ、こういうふうにね、穴の開いてるところは、右利きの方が多いと思うんですけど、これ穴はですね、これ右側に置かないで、左側にこういうふうに置いた方が、これまな板使いやすいですね。なぜかっていうと、こう、切ってるものっていうのは、右側にこういうふうにずっと切れていきますので、これ切ったやつをこういうふうにずっと右側にずらしていくことができるので、これが逆に右側にこれ穴があると、この穴の中にずっと入っていっちゃうんですね。だから右側にこうずらせなくなるので、この穴は必ずこれ左側にしましょう。これ左側にした方が切っていきやすいですね。こういうふうに切ったものがこう右側にずっとずれていきますから。でですね、包丁の持ち方なんですけど、皆さんどうやって握ってますかね。こういうふうに握ってる方も、こうガシッと握ってる方もいるかと思うんですけど、物を切るときにですね、硬いものを切るときには、指をこういうふうに添えて、上に添えてですね、上に添えて、こうやって切るのが力が入りやすいですから、こうやって切るんですけど、例えば物をこう細かく切るときですね、スライスとかそういうのをするときには、この中指をですね、この包丁のここの引っかかるところにかけて、ここで人差し指をこっちに、横のところにですね、人差し指を置いて、こうやって切った方が、この方が切りやすいです。これでもいいんですけど、ちょっとね、指がね、この左手にこう当たることがあるので、ちょっと違和感が覚えるんですね。だからこれ、人差し指はこの横に置いて、こういうふうに切るのが、これが正解です。まな板の、置き方と、包丁の持ち方ですね。持ち方。ここの柄の、ところに必ず中指をかけましょう。これはもう、人差し指を上に置くときにもそうですし、横に置くときにもそうです。こういうふうにした方が包丁が安定するので切りやすいですね。はい、今日は、まな板の置き方と包丁の握り方でした。